さんこんにちは、山本さやかです。今鹿児島が暑いんです。鹿児島は明治維新150年の年でもあり、また大河ドラマ瀬古丼の放送と今大いに盛り上がっています。近代日本の礎を築いた多くの偉人を輩出している鹿児島、日本国内そして海外から多くの青年会議所のメンバーが集まり国際会議を開催します。鹿児島といえば何といっても桜島。日本でも有数の活火山でたくさんの温泉があります。温泉に入って美味しいものを食べて、これはもう5月24日から27日は鹿児島に行くしかないですね。私も鹿児島に行けるのを楽しみにしていますので、皆さんもぜひ鹿児島におじゃったもんせー。